はい、どうもです。おやじのスイーツの時間です。今日はこちら、久しぶりになりますかね、セブンカフェゼリーです。お値段税込み235円ということでね、結構高い、こんなに高いのをね買うってことはなかなかない私なんですけども、今日はそういう気分でありました。時たま落ちる高級な200円、235円だから300円ではないか。まあ300円でもそのぐらいな、200円を超えてくるとやっぱりね、ちょっと私の中ではお高いっていうね。うん。ホイップが乗ってますね。で、なんかムースみたいなやつでしょ？コーヒームースみたいなやつとコーヒーゼリー。クラッシュ的なゼリーです。あ、動く。プルンプルンしてるよ。もうね、夜ご飯いただきました。それではデザートの方をいただきたいと思います。いただきます。なんかそういう風に言う人いたな。早速、舐めるようなこの、すいませんね、いただきます。うん、滑らか、そしてクリーミー、甘いんですけども少しほろ苦い。まだこのムースの部分ですけどね、うん、若干の苦みがあります。このゼリーの方はね、もう結構な苦みがあるという風なね、私の想像の、まあ食べたことあるんですけど、でも相当うまいなんでね。ちゃんと映ってるかな。うん、いいね。ゼリーもしっかりね、コーヒーの苦みがあるんだけど、ブラックってわけじゃなくてね、甘さも入ってますね。うん、だからコーヒーゼリーだけでも美味しい気がします。苦いだけじゃないと。なんかもうね、コーヒーのね、コーヒーが入ってるような感じ、液体がね入ってます。うん、ゼリーはね柔らかめではあるんですけども、しっかりね食感も感じるので、ちょうどいいバランスかな。うん、まあお安いからっていうわけじゃないんですけど、たまにすごい硬いゼリーあるじゃないですか、ゼラチンまんまんみたいな、ああいうやつよりは本当にね柔らかいゼリーのが好きなんですけども、ちょっとね食感もありつつで、上唇とね舌でこう溶けていくってほどではないんですけども、柔らかくほぐれていく、そういう感覚がね、とてもいいですね。で、ちょっとね、ホイップとムースとゼリーとね、3つで。うん。おいしい。うめえじん。やっぱり3つ揃った方がうまいな。うん。少しホイップ増してもいいかもしんないな。まあ、ここら辺はちょっと好みになってくると思うんですけど。うん。仕事が終わって。まあ、今日はほぼほぼ残業せずに帰ってきた感じなんですけど、お蕎麦食べました。月見蕎麦。ちょっとじゃあ、ジェリーだけでね。うん、歯はいらないぐらい柔らかい。うん、仕事も終わって、まあ一段落してね、まあ、ちょっとまったりしながら、
動物の森。こないだ買ったやつ。購入品紹介をね、ちょっと取り直そうかなと思って。うん、なんかちょっと斜めってるな。まあいいや。これも美味しいな。まあお値段そこそこするんで、そんなに食べないんですけど、多分2回目か3回目ぐらいだと思うな。でもなんか美味しくなってる気はする。なんかスイーツって高いってだけで、まあもちろん美味しさもそこにねないといけないんですけども、やっぱりね、高くて美味しいものを食べてるのっていうのはなんかこう優越感というか、なんか幸せがねちょっと倍増しますよね。うん、人生楽しんでる気がします。いや別に安いやつでもさ幸せなのよ。普通にプッチンプリンとか、プッチンプリンなんて美味しいからね。山崎の大好きなツインシューとかさ、エクレアとか、100円出して美味しいスイーツなんていっぱいあるんだけど、そのお値段が高いっていうところにね、やっぱこの貧乏症の親父は思うわけですよ。ちょっと高級なものを食べてると、そういうところがねちょっとプラスされることによってより美味しく感じておりますよ。うん、幸せに感じております。でもコンビニとかでもね、150、60円出したコーヒーゼリーがそんなに美味しくない時とかもあるから、そう考えるとやっぱりちょっと優秀ですよね。うん、これはちょっと食べるバランス失敗したな。決してねバランス悪くないんです、コーヒーゼリーもムースもホイップも。ただ個人的な好みで言うと、ホイップをねマシマシにして美味しくいただきたいなというようにいうふうに感じました。はい、ってことでね、ごちそうさまでした。今日はねセブンイレブンさん、はい、セブンカフェゼリーね、こちらいただきました。お値段で税込235円です。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。